根元から折れた電柱、その先の地面には信号機が落ちています。今日午前7時過ぎ、愛知県東海市の名和北交差点で乗用車が電柱に衝突する単独事故がありました。乗用車を運転していた25歳の男性が怪我をして救急搬送されましたが、命に別状はないということです。現場の交差点は交通量が多く、事故の影響で交差点内の信号が故障し、警察官が交通誘導する事態となりました。